はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。小川様、みゆき様、武蔵の親父様、のりお様、さとこ様、高田様、高島様、正幸様、永田様、みゆき様、平様、直国様、陽一様、鈴代様、ご支援ありがとうございました。皆様、何度も何度もご支援いただきまして、誠にありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。こちらの方は毎月いただいている方なんですよね。本当になんか申し訳ありません。皆様のご期待に背かないよう今後も精進して、いきたいと思います。私のツイート、中日新聞が強い、地域の万引き G メンさんからご連絡、外国人の万引きが爆増中で、万引きするような外国人はほぼ全員刃物を持ち歩いており、実際に手を切られた万引き G メンさんもいるそうですが、現地のマスゴミはこのことを一切報道しないそうです。で、2ちゃんにスレッド立ってました。情報をくださった方、ありがとうございました。2ちゃんの世論です。立民ならもっと増やすぞ。捕まえても面倒だからって不起訴にするじゃん。ブラジル、クルド、岸田の宝、立憲、共産党、難民です。万引きじゃなくて強盗じゃん。普通に強盗なのになぜかマスコミは武装すりって言うんだよな。刃物所持でパクれないのか。中学生がクルド人にレイプされても報道しないんだから、このぐらい余裕。私のツイッターに寄せられた情報、それは万引きでなくて強盗、万引き G メンが手を切られるなんて世も末、明らかな銃刀法違反ですね。昔自分もやられました。声がけしたら逃げようとしたので揉み合いになりました。建築現場で1年間に4回の窃盗事件に遭いました。私の知り合いだった年配の私服警備の方は追っていった結果、集団で暴行を受け、そのまま引退してしまいました。別の店の従業員の方は顔面殴られて眼球痛めました。でも全く報道されませんでした。会社から外国人の犯人は追うなって注意を受けました。助産師の友人曰く、分娩費用がないのに妊婦検診も受けずに急にお産に来る日本語の話せない外国人が増えたとのこと。コミュニティが強くて一人受け入れた途端どんどんやってきたそうです。うちの子のバイト先では無会計の商品カートごと車に積み込んで逃げるという外国人窃盗がチェーン店舗あちこちで起きてたそうですが、一切報道もされないし、遭遇しても危険だから何もしないようにと本部からお達しが出ていたそうです。雑で荒っぽいですね。スーパー店長歴10年以上ですけど、暴れて逃走するやつが普通にいて、ナイフも持ってます。事実ですね。やつらは日本人は武器とか持っていないから、捕まるぐらいなら潰してしまった方がいい、警察も緩いから刃物使っても大丈夫とか言ってました。埼玉県内でも県警から凶器所持不審者のお知らせがしょっちゅう来ます。多くの情報が寄せられました。どれもこれもひどいですね。外国人犯罪をマスコミがほぼ報道しないっていうのは全地域全国共通のようです。自公政権このまま外国人をせっせせっせと輸入したら治安崩壊も時間の問題ですね。自公議員どもは自分か家族が外国人に手を切られないと分かんないんでしょうね。いや、それでも分かんないかもしれないですけれどもね、バカで。川口市で数人のベトナム人同士と見られる人情沙汰があり、一人死亡。被害者が外国人の場合は報道するのかな。被害者が日本人の場合は報道しないでさ。世論です。不法滞在が難しくなったから抗争が始まったんだよ。ベトナムギャングの縄張り争いだな。外国人入れるのやめろよ。女子中学生がクルド人に襲われたばっかりだろ。川口はもう日本ではないような治安の悪さ。グエン VS クルドやべえ。外国人同士で、潰し合うのは構わん。いや構わなくないんじゃない。これがリベラルって、これがリベラルが言う多様性ってやつなんだろう。北欧で起きてる外国人による治安崩壊と同じ流れ。ベトナム人全員ナイフ持ってるのはなんでなの。川口市で4人ぐらい川に浮いてませんでしたっけ、5人でしたっけ。中日新聞が強い地域と一緒でですね、不良外国人刃物なんで持ってんの。不良外国人
なんで当たり前のように刃物を持ち歩いてるの、日本人っていうか銃刀法で刃渡り6センチ以下、6センチ以上のナイフとかカッターとか持ってると捕まるよね、普通にね。なんでなの。まあ警察が怪しいって思った時はドライバー一本でも警察署に引っ張ってかれますけれどもね、怪しいって思われたのね、けど毎日毎日犯罪者見てる警察官のことですから、まあ怪しいとなったら怪しいんだろうな。獣医の私がなんとなく具合悪そうって思うのと同じように、感じるように、あ、こいつって思うんだろうな、なんて思ったりなんかしてね、にしても外国人、不良外国人、なんで当たり前のように刃物持ってんだ、刃物で切り合うんだ、よっかないっすね。なんか都政人みたい、昔の、衆院3補選、自民一敗、立憲全勝の結果に岸田総理、真摯に重く受け止めている、信頼回復に努めていく、解散は全く考えていない、まだまだあがくきの模様であります。自民一敗っていうけど3つのうち1つしか候補立てられなかったんだよね。2つ出せなかった時点でもう負けじゃねえかって思うんですけどね、政権与党のくせに、出せなかったっていう事情でね、世論です。レームダック、サミット直後にやってりゃよかったのに残念だったね。そら今解散したら惨敗の可能性高いもんな。この人は支持率一桁になっても人事だよ、そんなことより増税だ、メガネお前もう船から降りろ、どんなに支持率落ちても9月まではしがみつくだろう、何も考えていないの間違いでは、どれだけ批判されても態度を変えない面の皮の厚さが岸田の武器、ほっときゃ国民は忘れる作戦か、自民党改革や政治改革、賃金や物価対策などで答えを出し信頼回復に努めていきたいと言ったらしいんですけどね、これ嘘です全然嘘です。裏金であんだけグダグダしといて今から信頼回復って難しいと思うけど、あんだけね、ダメダメかましといて実質賃金24ヶ月連続減少を止めたら支持率上がりそうですけど、6月から電気代の補助金やめたりで電気代上がると、再エネ賦課金3倍値上げしたり、少子化支援金という名の保険税増税したり、可処分所得減少ばっかりやってるんで、実質賃金というか庶民の可処分所得を増やす気が全然ないのは明白、賃金や物価で信頼回復に努めたい、嘘、全く嘘、やってることは全然逆、言いなりに増税してくれる岸田が便利で財務省が辞めさせないように提案していくかもしれないですね、裏で。どう考えても9月の自民党総裁選まではしがみつくよな、支持率一桁で、人事でどこ吹く風ですよこいつは、総裁選岸田は出馬せずにね、引退に、100音かけます、10円、何を言ってもやっても非難合合の不人気男が党の顔だと自分も落ちちゃうって考える自民党議員が多数でしょ、現職総理が総裁選に出て落選以上の生き恥あんまりないよな、いや岸田ならなんか浮世離れしてて分かってない、何にも考えてなさそうだから分かんないですけどね、出馬しちゃうかもしれないですけどね、間違って。厚労省が自治体向けにガイドライン作成、引きこもりの人としての尊厳を守り本人の視点に立った対応だそうであります。世論です。15万円の障害年金で解決だよね、誰にでも転職ってあるだろうけど見つけるのは大変よね、本人はその生活を自分らしいと思ってんだから余計なお世話、人と話さなくていい工場勤務とかじゃ嫌なのかな、安楽死合法化でええやん、引きこもりは親が死ぬとほぼ10年以内に本人も死ぬらしいと、引きこもりは引きこもりの人は自らねその生き方選択してんで、行政が手や口出してくるのは鬱陶しいんじゃないんですかね、ひょっとしたら放っておいてほしい人が引きこもってんでしょうしね、親のおかげでも何でもね、引きこもって働かずに飯食えるのは現代の貴族と言っていい存在だと思うんですけどね、庶民が貴族に手助けすることなど余計なお世話だと思うんです。異論は認めますけど、省庁があれやこれや新しいことを言い出した時は全部天下り先を増やしたいから
です。これ事実、真実、普遍的真理、私ぐらい悪意に満ちた人間には分かっちゃうんですよ。厚労省官僚はですね、引きこもりのことなんかどうでもよくて、全国引きこもりケア協会かなんか作って甘くなりたいだけだって、私ぐらい根性が曲がった少年の腐った人間には分かっちゃうんですよ。そういう人間の考えが、皆さん善良だから分かんないとは思いますけれどもね。今日の単身です。テレ朝、立憲の亀井候補陣営は個別訪問に力を入れました。ネット、それ禁止されてる選挙違反では、テレ朝、立憲の亀井候補陣営は企業や団体へのローラー作戦に力を入れましたと修正。仲間のテレ朝に大々的に選挙違反をばらされてしまった立憲と、今後テレビがですね、ローラー作戦って、報道した場合はですね、禁止されてる個別訪問のことだなーっていうことで、皆さんよろしくお願いします。そんなことも知らないなって意見も多かったんですけれども、それが選挙違反になるって知らなかったのがテレ朝って意見も多かったんですけれども、中の人は日本語も怪しいんでしゃあないんじゃないですか、差もありないって感じじゃないんですかね。まあテレ朝のやることですからね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。